それでは1月26日の3問に入ります。賃借人が賃料を支払わない場合、賃貸人は賃貸した建物内にある賃借人所有の家具類を売却し、その代金から優先的に弁済を受けられる、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。答えは丸ですね。そもそも先取り特権は約定担保物件ではなくて法定担保物件だということは昨日の解説でもお伝えした内容です。そのため債務者の債務不履行があった場合、当然に先取り特権が発生して、いつでも先取り特権を行使できる。これも昨日の動画でお伝えした内容ですね。で、今回の問題で言うと、先取り特権は物上代性があるんだっていうところがポイントになってきてるんです。これどういうことかというと、今回賃借人は賃料を払わなかったと。そのことによって、賃借人所有の家具類に先取り特権が付着するんですね。先取り特権がついてきます。その結果、賃貸人はこの家具類を売却することができるんですね。これは先取り特権っていう権利に基づいてこれを売却して、で、売却した代金から未払いの賃料などを回収すると。それが代金から優先的に、代金っていうのはこの家具類を売却した代金ですね。売れたお金ということです。ここから優先的に弁済を受けることができると、いうことです。なので、先取り特権がついたものを売却して、その代金からお金を回収することができるということなんですね。で、この物上代性っていうのは、抵当権にもあった内容ですね。抵当権も同じように物上代性があります。つまり、例えば不動産に抵当権が付けられたと。で、お金返してくれないっていうのであれば、その不動産を売却して、その売却代金からお金を回収する。これできたわけですね。一方で、留置権には、この物上代性ってないんですよ。つまり、留置権っていう権利を持っていたとしても、それに基づいて、留置したものを売却するっていう、そこまでの権利はないということなんですね。この辺は対比して、ちゃんと頭に入れておきましょう。で、問いにですね。宅建業者 A は、宅建業者でない B に、A 所有の完成宅地を1200万円で売却する契約を締結した。手付金として200万円を受領する場合、A はいつまでにいくら保全措置を講じないといけないか。これ今回、記述式になっておりますけれども、これもね、記述式って出題されません。ただ、これぐらいはちゃんと答えれるようにしておきましょう。で、答えは、手付金を受領するまでに200万円を保全しなければならない。で、本紙は、発出規制の一つである、手付金等保全措置のルールなんですね。手付金等保全措置では、対象となるのは手付金や中間金など、引き渡しをするまでに、受領するお金すべてが対象になってきます。つまり、中間金受け取るっていうのであれば、中間金も保全措置の対象だよってことですね。で、今回、完成宅地って問題文に書いてあったんですけども、これは完成物件ですね。造成工事が終わった宅地、土地のことなので完成物件です。で、完成物件の場合、代金の 10% もしくは1000万円を超えて受領する場合、受領前に保全をしなければなりません。で、今回 10% ということは1200万円の完成宅地なので、1200万円の 10% って120万円ですよね。だから120万円を超えて受領する場合は、受領するまでに手付金を保全しなければならないんですね。つまり今回200万円の手付金受領するわけなので、これを受領する前に200万円を保全しなければならないということになります。で、ちなみに完成物件の保全措置の方法なんですけども、保証委託契約、保証保険契約、指定保管機関による保管のいずれか、この3つのいずれかですね。この保全措置の方法も合わせて頭に入れておきましょう。で、さらに、本文で重要なことっていうのは、手付金等の保全措置と手付金額の制限のつながりなんですね。ちょっとここまで、解説すると話長くなりますので、この点については個別指導で解説していきます。しっかり考え方を頭に入れていきましょう。それでは問3に入ります。準都市計画区域は、都市計画区域内の区域のうち、相当数の住居、その他の建築物の建築、またはその敷地の造成が現に行われ、または行われると見込まれる区域を含み、そのまま土地利用を清除し、環境を保全する措置を講ずることなく放置すれば、将来における一体の都市としての整備、開発及び保全に支障が生じる恐れがあると認められる一定の区域を言う、丸か×かという問題です。で、
書かれている内容は非常に分かりづらい内容なんですけども、この問題を解くってなってくると、この部分でもう解けちゃうんですね。そもそも準都市計画区域は、都市計画区域外で定めることができるんですね。都市計画区域内に定めることはできません。よって誤りだということなんですね。その他の点は正しい文章になっています。まあ、今回のように難しい文章に見えるけれども、実はこういったポイントだけ押さえておけば解ける問題ってたくさんあるんですね。だからしっかり読むってことはすごく重要です。ほとんどの方が解けるんですけれども、実際間違ってしまう方がいるのはそれは問題をちゃんと読んでいないからなんですね。だからきっちり問題文を読むということは習慣化していただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。レトスの小野でした。